さんこんにちは。37歳 YouTuber、ゆりのゆかです。今日はリクエスト動画を投稿します。なれちゃんからいただいた神戸レタスさんの秋服紹介、こちらを紹介したいと思います。では水のゆうかチャンネルが始まるよったら始まるよ。今回は神戸レタスという通販サイト、私そこでモデルをさせていただいてるんですけれども、そこでお気に入りのこの秋冬っていうか、まあ冬から秋から冬にかけてもう必須のニットを紹介していきたいと思います。今回紹介する商品は3個です。全てが3000円以下、安いですね。こちらを紹介していきたいと思います。では1つ目です。1つ目は今私が着ているこのニットです。3色のニットになります。こちらはですね、お値段が2990円になります。これです。見えるかな、こんな感じでグレーと黒とブルー、この3色タイプのニットになります。こんな感じです。でこれ近くに行くと分かるんですけど、これは普通にリブ編み部分、グレーの部分とブラックの部分はこのリブ編みなんですけれども、この青い部分が見てください、モケモケのシャギーニットになってて、この異素材ミックスがすごい可愛いなと思ってこれを選びました。ではこれの全身コーデ着た感じを写真に撮ってきたのでどうぞ。はい、チュニックタイプでお尻がすっぽり隠れるだけで、本当にミニワンピとしても着れちゃうぐらいの長さになりますね。で私はスキニーデニムと、この間も紹介したこのザラのアンクルブーツを合わせて、ちょっといつもよりもなんかカジュアルだけどエッジの効いたスタイルにしてみました。なんか普段甘めの服が多いので、たまにこういう格好するとそれはそれで旦那さんとかが、おなんかいつもと違っていいねって言ってくれるのでお気に入りです。はい、では2つ目のニットを紹介します。じゃじゃん、こちらです。ボトルネック知ってます？タートルじゃなくてここを折り曲げない、こういうタイプのボトルネックのニットになります。袖はこんな感じで、まあ絞られてて、ちょっと下がバルーンになって、わかりますか、もっちりしたニット。これがかなり見てわかるかな、ふかふかですごく気持ちいいニットになります。でこれはセットでこういうペンシルスカートもあるんですけど、サイドがスリタイプ、これをセットできるとすごい高級感が出てとっても可愛いです。このトップスで2490円、税込みで2490円です。お安くないですか。ではこれ着た感じをまた写真に撮ってきたのでご紹介します。ではどうぞ。はい、こんな感じです。結構スカートも長め、膝が隠れるぐらい、私身長が158センチで多分超標準の日本人体型なんですけれども、膝が隠れるぐらいで、なんて言うんでしょうね、ボトルネックでタートルネックよりもちょっとセレブ感が出るっていうか、ちょっとお高そうな空気が出るので好きです。でキャメルはやっぱり秋冬になるとすごく可愛いのでお気に入りですね。でもこれはとにかくこういうセットアップってすっごい薄かったり、体のラインを拾いすぎてしまってちょっと着づらいとかいうものもあるんですけども、これは本当にもっちりしてて、えこの値段でこれ買えんのっていうぐらい品質がいいんでおすすめです。はい、では3つ目を紹介します。3つ目はですね、これです。神戸レタスさんのもう何年もバカ売れしているカシミヤタッチニットというシリーズになります。神戸レタスさんタグがこういうリボンになってます。で V ネックバージョンの、今回はテラコッタっていう秋らしいこっくりカラーを選びました。この神戸レタスさんのこのカシミヤにタッチニットなんですけれども、薄いんですけど、もうすごい柔らかくて、上から重ね着もしやすいし、とにかくなんかこうアウターに響かない薄さで、あったかくって肌触りがよくって、ドシンプルなニットです。サイトを見てもらえば分かるんですけれども、全部で19色あって、どれかしら自分好みの色あるんじゃないかなっていう感じですね。でもこれは毎年毎年私が買い集めてしまうほど大好きなニットです。なんかこの V の開き具合もほんとちょうどよくっていいんですよね。これも着た感じを写真で収めてきたので、こちらを見てください。どうぞ。まあこれも今着てる格好に近いんですけれども、スキニーデニムで合わせて着てみました。
まあ、ドシンプルなんですけど女らしいっていうこういうニットのコーディネートってやっぱり男の人は好きなコーディネートだと思うんですよね。こういう格好で、まあ、家の周りを歩くのもいいし、まあ、ちょっとバーベキューとかなんかそういうのもいいし、まあ、基本的にデイリー使いのニットとしておすすめです。これはタートルネックバージョンとかあとはワンピバージョンとかもあるんでよかったらサイトを見てほしいと思います。はい、神戸レタスさんのサイトに行ってみましょう。行きまーす。神戸レタスさんのサイトこんな感じですね。はい、可愛いですよね。でこの中にこの一番上のバナーの特集ページを押します。特集ページを押すとプチプラ特集一覧っていうのが出てくるんですけれども、これのもうかなり下の方になるんですけれども、コーディネート特集一覧のこれです。主婦&ワーママでもできるおしゃれライフ、これをクリックすると私のやっているサイトに飛びます。はい、こんな感じです。メリとやってる神戸レタスさんの連載になります。今日紹介したニット、ここから飛ぶとすぐ買いやすいのでこちらから飛んでもらえるととっても助かります。では今日の水の優香チャンネルいかがだったでしょうか。なねちゃんからのリクエストだったんですけれども、リクエストにもちょこちょこ答えていきたいと思ってるのでコメント欄にどしどしよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。